ヌミディア人の大湯場一世の彫像。ヌミディア人は、カルタゴや共和制ローマの時代に、アフリカ北部のヌミディアに居住していたベルベル系の、繁遊牧民の部族連合。ヌミディア人とは古代ローマ側による呼称であり、支配部族の王たちは、マッシュリーと自称していた。ポエニ戦争に従軍した、歴史カッポリュビオスは、騎兵として、重きをなした北アフリカの繁遊牧集団のことを、ギリシア語で、 遊牧民を意味する、ノマデスと呼んだ。この故障は、北アフリカの他の住民、リ d u スと区別したものとも考えられるが、特定の部族を指す固有名詞ではなかったという、見解もある。後のマシニスサ王による王国統一後に、カイサルや歴史家のティゥスリウユスらはこの地域の住民を、ラテン語で、ヌミダエすなわち、ヌミディア人と記した。 これはより特定の集団を指した固有名詞的な故障であると考えられている。しかし、これはあくまでローマ側からの故障に過ぎず、マッシニツサの王家ではマッシュリーと自称していた。紀元前3世紀頃のこの地域には、東方のマッシュリー族と西方のマサイシュリー族という二つの部族連合が存在していた。第二次ポエニ戦争では、当初マッシュリー族の王ガイアは、 カルタゴと結んで、遠征軍に騎兵を提供して、ローマ共和国と戦い、マサエシュリー族のシュファクス王は、ローマと同盟を結んでいた。ヌミディア騎兵は、ハンニバルがイタリアに攻め込んだ時に、大いに活躍し、ナ内の戦いなど一連の戦闘で、ローマ軍を大いに撃破して、有名を馳せた。ところが、紀元前206年に、ガイア王が没すると、 シュファックス王がマッシュリー族の王国を制圧し、ガイアの息子であるマシニッサはイベリア半島で大スキピオのローマ軍に降伏した。そこでシュファックスはローマから離反してカルタゴと同盟を結んだ。紀元前204年、大スキピオ率いるローマ軍がこの地方を制圧し、シュファックス王はローマ軍の捕虜となった。ローマはマシニッサを統一王国の王として即位させた。 ザマの戦いでは、マシニッサ王は、ローマ軍を支援して、カルタゴ軍を破ることに貢献した。この時、マシニッサが撃退した、カルタゴの部隊も、ヌミリア騎兵であった。マシニッサ王が率いる東方のマッシュリー族は、西方のマサエシュリー族を制圧して、自らの王国に組み入れた。彼が統一した王国を、ローマ側は、ヌミリア王国と呼んだ。マシニスサの最大藩とは、 西隣はマウレタニア、東隣はカルタゴ、さらに東端はキュレナイカにまで達したという。マシニッサの孫ユグルタは、ローマに反旗を翻して、ユグルタ戦争を引き起こした。紀元前一世紀にヌミディア西部はマウレタニアのオーボックス一世に支配下になった。しかし、ヌミディア東部及びキュレナイカまで達する広大なハントは、ヌミディア人の王によって支配され続けた。 ヌミディアはローマの同盟国としてローマの戦争にしばしば支援部隊を派兵しカエサルのガリア戦記にも登場する。紀元前49年に勃発したローマの内乱でカエサルがポンペイウスに勝利するとヌミディア王ユバ一世は廃止しヌミディアの藩とはローマに制圧されその属襲となった。オクタヴィアヌスがローマの覇権を握ると 紀元前30年にヌミディアの領土をユバ一世の子ユバ二世に変換したが、定政初期の紀元前25年にユバ二世はマウレタニアの王として配置替えになり、ヌミディアはマウレタニア領とアフリカの王は族州とで分割されて消滅した。ローマの支配下に入るとともに、住民元ガーティーが増え、ローマ化が進行していった。ありがとうございます。